圧縮させるためにゲートの横へ出てくる。ここでパスをする。ゲートの中にとらわれてる人もすごく多いんだけど、ゲートって中だけじゃない、外から回り込むことも大事です。普通のサッカーって知ってます？ブロックの外から顔を出して来たボール外に向くんです。で狭い方行っちゃう、ジーコの受け売りで、でサイドラインの方向向いたらコートなくなっちゃうよ。これをちゃんと分かりなさいよってことを自分たち若い時仕込まれてたんです。日本全国の誰もがロンドンを操る日本サッカー界を地域レベルから作っていきたい。生きてるうちに日本のサッカーがワールドカップで優勝する姿が見たい。今日はね、あのロンズの、今年初めての活動ということで、今年1年間、よろしくお願いします。まずはね、被災された方々のね、一日でも早い復興を祈りつつ、お亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げたいなと思います。それからね、高校サッカーではね、石川県の代表の石川星稜高校さんをね、日大藤沢高校をはじめ他の高校サッカー部さんが急遽ね応援に駆けつけてっていうね、まあスポーツならではの素晴らしい姿も、見られたわけなんですけれども、いつかね、自分の夢なんですけど、スポーツの力ってすごい素晴らしいじゃん。まあ高校サッカーでもね、また別の部分でね、勝ったチーム、負けたチームが泣き崩れてるところを、勝ったチームの選手たちがいたわりに言ってあげたりとか、あんまりね、こうしっかりクローズアップされてないところはあるけれど、まあそういった素晴らしい姿がこう見れて、スポーツの、またサッカーのね、素晴らしさっていうのが非常に爽やかに見えた、そんな高校サッカーだったかなと自分は思っています。スポーツが持つ力ってさ、みんなもまあ知ってると思うけど、スポーツを楽しむとか、勝ち負け以上になんかいろいろと世界的に影響するものってあるじゃん。でまた人の心を動かす力ってすごいじゃん。でまあロンズもね、いずれそういった力をつけてって、何か人のために活動できるコミュニティグループになっていければ自分はすごく嬉しいなと、まあもう一つの夢の一つとして、そういう力を自分も持ちたいし、ロンズも持ちたいなという思いで活動しています。なのでロンズがね、どんどん人気が出て、何か世の中のため、人のためにもうサッカーを超えた枠で、動けるようになっていければ嬉しいなと思って、今年も1年頑張って、まあ2年目の活動ですけどね、ロンズはね、頑張っていきたいなと思います。今年1年よろしくお願いします。ということで、めっちゃユッティさんは寒そうにしてるんで始めましょう。はい、じゃあ、ちょっとね、もうアップがてら、ちょっとよく気づいてくれました。また可愛らしい。申し訳は誰ですか？オマ？キャプテンでしょ。キャプテン行こうか。すごいストレス。遅っ。いいですか、パス&ゴー形式でゲート周りの動き、オフザボールのゲート周りのポジショニング、これを無意識化にどんどん入れていきたいと思うんで、パス&ゴー形式でアップがてらやりたいなと思ってます。ここら辺、はい、ここら辺と、あといつも通り、いつも通りじゃないんだ、これオフザボールで、これ相手の最終ラインだと思って、とかミドルレンジ、ミドルサードみたいな感じ、敵と敵のゲートの前に立つところからスタートして、ゲートの最初は横、ゲートの横に出てくる。でここでパス&ゴー形式でこっちに落ちていきます。で一周はパスしたら、そうもう あっちに並びに行くみたいな感じなので、圧縮させるための動き、圧縮させるためにゲートの横へ出てくる。ここでパスをする。ここで、そう、はい、ここで以前もやったけどね、はい、これ繰り返してやっていきましょう。はい、OK、はい、いきなり修正、はい、常にオフザボールもスタートポジションって言うんだけど、
敵と敵のこのゲート間、敵と敵の間の前からスタートして、敵と敵の間の前からスタートして、はい、落ちてきてこんな感じね。うん、できるだけ半身で、でゲートの前で、これで圧縮かけれるんで、ここね、はい、そう、はい、うん、はい、OK、ごめん、今さ、レイカのパスさ、ここになっちゃったじゃん。ここで合わせる、ここで、ここで合わせる、ここで。で、大事なのはこのスタートポジション取ってから出てこよう。 OK、 だからもう先々スタートポジション取ってね。はい、行こう、はいはい、どんどん行こう。一つ一つ気にしててね。スタートポジションゲートの横から落ちてくる、スタートポジションゲートの横から落ちてくる、一つ一つ意識してね。ゲートの中にとらわれてる人もすごく多いんだけど、ゲートって中だけじゃない、外から回り込むことも大事です。上田君、今度さ、真ん中のスタートポジションをここのゲートの前にしよう。でここのゲートの前からもう一つのゲートの前へ落ちてきてリターンする。でこれでここが圧縮できますね。じゃあ、ユッティさん、これぐらいからいこうか。はいはい、今度はゲートから、ゲートの前に落ちてきて圧縮かけます。リターンで圧縮かけます。スタートポジション取ってからゲートの前へ落ちてくる、はい、スタートポジション取ってからゲートの前へ。この意識づけが大事よ、あのスタートポジション取るっていうね、うん。であえてこっち側の人はゲートから落ちてきた人へ一回リターンパス入れるみたいなね、そういうイメージでやっていきましょう。このゲートから落ちてくる人を使うことで圧縮ができます。この2人は圧縮することができます。ゲートから落ちてくるっていうのもすごくね、ゲートの前ポジショニング取る、ゲートから落ちてくるっていうのもすごく大事な動きなんで、はい、落ちてきた人を使うね。これで圧縮をかけます。で大事なのは圧縮と侵入、これを使い分けるね。圧縮は圧縮、侵入するわけじゃない、ブロックを固めるためのねプレーですよっていうことは頭入れてください。はい、今度は、このスタートポジションからゲートのちょい後ろで、今度は侵入と中心線を進む、うん、侵入のタッチと中心線を進んでいく。スタートポジション取る、今度はここへパシッてちょっと強めに入れていきます。中心線そこね、隣のゲートね。でここへ入れて、このゲートを外からかいくぐって中心線を行く。スタートポジション取って、はい、ちょうだい、はいね、かいくぐっていきます。こっちのパスする人もゲートをかいくぐってね、で侵入するためのパスで、今右利きの人多いから右のインサイドでトラップしてるけどね、もうそれかこうやって左のアウトとかでも OK です。はい、グッドです。右のインサイドか左のアウト。今清澤式ロンドロンズの契約チームって日本全国にどんどん増えてくれてて、そういった契約チームの中からめちゃくちゃもう進んでるチームも今現れてるような状況です。で実際結果出すまでにあと一歩のとこまで来てるチームも中には出てきてます。そういったチームの課題の一つとして、これが分かってるかどうかっていうのがあるのね。ほぼ覚醒に近づいてるチームって
この敵のブロックの1列目、敵のブロックの2列目で、サッカーの試合は3列あるわけですよ、ね、でそのこの1列目をまずかいくぐる、で次に2列目をかいくぐる、で最後に3列目をかいくぐってキーパーと1対1の状況を作るっていうような、まあ、1対1、1対複数っていう状況もできるんですけど、その状況を作っていくチームでね、一個一個小刻みに前進していくっていうのがロンドで大事な基礎意識なんです。でこの1列目をかいくぐるために、さっきまでは圧縮のためのポジショニングやってたけど、かいくぐるポジションは1列目の裏、ただしスタートポジション取ってないでしょ違う、スタートポジション、スタートポジションはそう、そのそこのスタートポジションからゲートをかいくぐるための位置にちょっと出てきて、で当てる方もこれかいくぐらせるように、かいくぐった後は中心線センターレーン持ってってください。普通のサッカーって知ってます、外からブロックの外から顔出して、止まったまま顔出して来たボール外に向くんですよ。で狭い方行っちゃうんですよ、コートなくなるじゃん。これごめんなさい、あのジーコの受け売りで、でエドゥとかもひたすら言ってたら覚えてる、オーマあのサイドラインがあるんだよとサッカーって、でそこにね、そこにサイドラインの方向向いたらコートなくなっちゃうよって、うん、これをちゃんと分かりなさいよってことを自分たち若い時仕込まれてたんですよ、かなり言われたんですよ。だからね、スタートポジションで、はいね、こんな感じでっていう意識まで持って、このパス&ゴーやっていきましょう。いいですか。はい、じゃあお願いします。はい、グッドグッド、レイカもうちょっとバタバタしないで動こう、はい、はい、グッド、スタートポジション取ることと、そう、中心線を進むこと。スタートポジションはあの真ん中取ってね、はい、グッドグッド、あのやろうとしてのミス全然 OK だからね、ほい、グッドグッド、ちょっと待った、石あの2回連続で実は真ん中取ってないのね、これマークされてる状態なんで、どっちがマークついたらいいのかわからない位置を取ってからスタート、これがフリーになるコツ。なので必ずスタートポジションはどっちか寄りではなく、必ずどっちがマークついていいのかわからないポジションを前もって取っといて、でスタートしていくっていう感じ。はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ、理想はそういうワンタッチ、先々も準備、あ、ちょっと待って、ストップ、ゲートの前、前、前、そう、ゲートの前を できたらこうやって半身で先に準備しといて、そうそう、もうこの時点で準備して、もう一回行こう、先に準備しておいて、先にこういう、どっちつかずの位置、はい。そうそう、先に準備しといて、これ試合中もそうよ、もう先に準備しといて、でいつでも動き出せるようにしておく、はい、グッドグッド、ナイスタッチ、ナイスタッチ、大丈夫、やろうとしてのミスは OK、 そう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 、先に準備しておく、先に準備しといて、はいはい、